二人パパシェーナ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。12月に入りましたが、皆さんクリスマスプレゼントの準備できてます？今日はこのチャンネルではおなじみ、コロナの影響で遠距離夫婦を余儀なくされた夏子夫妻が登場。この二人をつなぐため、サステイナブルで環境に配慮した同じく北欧はデンマークのブランドノードグリーンの腕時計を息子くんがサンタになってお届けします。遠く離れても支え合う二人の様子もお知らせします。ということで参りましょう、二人パパのカップルにおすすめクリスマスプレゼント2020。ミッキー？ミッキー、どうぞ。あ、右ね。そう、そっちが右。まだかぶれるそれ。ということで、これは息子くんがサンタさんに変身してプレゼントを渡しに行く日の朝なんですが、ちょっとだけ日にちを遡ること数日前、二人パパが画面とにらめっこしながら何か相談しています。夏子のやつのフィロソファー、リカと同じやつの違う色の、このピンクゴールド、ローズゴールド。僕らが見ているのは今年の夏、二人パパの結婚記念日の様子を紹介した際にもコラボ企画として素敵な腕時計をご提供いただいたノードグリーンさんのサイト。今回クリスマスに合わせてコラボ動画のお話をいただき、リカと僕が真っ先に思い浮かんだのがこの人。やばい、止まっちゃダメ、走って。夏子さんこちらに来て。二人パパチャンネルの立役者であり元マネージャーの夏子とその夫のヨハン、僕と夏子はここスウェーデンのルレオで知り合いました。そして今年彼らは一緒に日本へ移住しようとしていたんですが、その矢先新型コロナの影響でヨハンはビザが取れず、夏子だけ先に日本に行くことに。単身赴任の状態で2人は遠距離夫婦となってしまいました。時差8時間、直線距離にして7550キロ。そんな2人をつなぐ2人にぴったりの腕時計を2人パパがあらかじめ選んでいたのです。そして時を戻してプレゼントを渡す朝。ベルトどこ？パカベルトだった。ベルト欲しいね。イエーイ。ということで、これを近所に住むヨハンの家に届けます。多分ブライアンだと思う。ハロー。ハロー。ヘイヘイ。やだ、ネグラアドブロアドブロ。いや、夏子が東京に行って以来、犬のブライアンと一緒に暮らすヨハンの家にミニサンタが到着。早速お宅にお邪魔します。ヘイブライアン。大興奮のブライアンの歓迎を受け、中に入れてもらい、東京にいる夏子とビデオ通話をつなぐ準備。この後一緒にプレゼントを開封します。二人パパ。さあ、ということで皆さんこんにちは、二人パパのみっつんと息子くんと今日はゲストが来ています。今日はこのヨハンと夏子です。このお宅に来てます。で、夏子さんはもう皆さんご存知の方が多いと思うんですけど、東京にいるので2人は今遠距離夫婦という状態です。で、そんな2人に僕ら2人パパからとこのちっちゃいサンタクロースからかわいいプレゼントがあるんだよね。ね、そう、じゃこれどうぞしよっか。で、東京の夏子さんにはもう郵送で送ってあるので、これをヨハンにどうぞしてください。そっから出すの？いいよ、出してもいいよ。じゃじゃん。たくすむきゅう。なんて言うんだった？場所ぐって言う。OK。ということで、今日はノードグリーンさんからご提供いただいて、素敵な箱に入った何かを2人にプレゼントしたいと思います。まあ皆さんね、ずっと視聴者での方は気づきかと思いますけれども、じゃあ、うん、せっかくなので2人一緒に開けてください。ドキドキする。開けようか。Let's open it。 ただー、すごい、すごい。 Oh my god. It's really cool. Oh my god, it's really nice. It's so fancy. It's really nice looking. 一応あの2人パパが選びました。ねえ、すごいゴールドで可愛い。 It's really cool. ありがとう。喋らせた。サンタクロース本当にありがとう。ああ、どういたしまして。夏子の方はユニセックスなんだけど。そうなんだ。ほら、あのうちらも前のビデオでさ、紹介したみたいに、うんうん、ストラップが交換できるように、うん、説明させて。文字盤の大きさはちょっと違うんだけど、バンドはこう
あの交換できたりできるようになってます。すごい。めちゃくちゃ可愛い。ああやめてと。とまあ息子くんの邪魔が入ったのでナレーションでカバーしますね。僕ら二人パパがこのノードグリーンさんからのお話をお受けした理由の一つがその企業理念。サステナブルで環境に配慮した商品はパッケージにまで気を配り FSC 森林管理協議会に認定された素材と廃棄プラスチックを使用したエコフレンドリーなパッケージを使用しているとのこと。またこちらの腕時計を購入すると清潔な水、教育、熱帯雨林の保護からいずれかの社会貢献に寄与できる社会貢献プログラムに参加できるんです。昨年ノードグリーンさんではこのプログラムをもとに1万1600世帯へ清潔な水を寄付し6500人の子どもたちへ教育を提供、そして4万2000平方メートルの熱帯雨林を保護したそうです。大切な人へのプレゼントを買うだけでサステイナブルな社会に貢献できる腕時計。前回こちらのノードグリーンさんをご紹介させていただいた動画のコメントでもそのデザイン性のみならずその企業理念に賛同してご購入いただいた方がたくさんいると聞いて僕らも本当に嬉しく思っています。ちなみに夏子とヨハンはそれぞれ熱帯雨林の保護と教育を選んだようです。あなただったらどちらを選ぶんでしょうか。この冬のギフトがより一層特別であったかいものとなること間違いなし。特に今回僕らがプレゼントしたノードグリーンのギフトセットはすでに最大 16% の割引がされているんですが、今回も特別に2人パパ限定のクーポンコードをいただき、さらに追加で 15% オフの割引が可能になっているそうです。ぜひ概要欄からチェックしてみてくださいね。あともう一つ実はここに隠れてる、すごいなんか出てきた。これは2人ともレザーの色が黒と茶色なので、まあ、どちらでもちょっと使いやすいかなと思って、もし交換したとしても。そうヨハンのやつ実は僕と同じなんだけど、僕も今してるやつなんだけど、文字盤が一番大きいやつで、やっぱヨハン体も大きいし背も高いからこれが一番いいかなと思って。私のやつも結構大きいかも。すごい見やすくって、秒針がちゃんとついてるやつ、それがまあ合うかなと思って一応選びました。ありがとうございます。本当になんか1秒1秒大切な仕事だから、すごい見やすくって、黒の文字盤に針が、私が好きな何マスタード色の針と白色の針で、すごい見やすい、かわいいデザイン、ね、俺もなんか現物見たことあるんだけど、画面で見るよりすごい綺麗だよね。私指輪もあのゴールドだからすごいマッチしてて可愛い。まあでも2人もう何ヶ月ぐらい離れて、今回初めてだもんね、離れてのクリスマスが。うん、もう3ヶ月ぐらい別々に暮らしてて、毎日電話とかビデオ電話はできるけどね、ヨハンは喋れるけど、ブライアン、私たちの犬が全然理解できないから、それが一番悲しいかな。これさ、変えてみる。じゃあちょっとバンド変えてみる。こうやってやるだけでパッて外れる。外れるんだ。ピンがさ、そうだから本当だ、すぐ取れた。ラッキー、It's easy too。 うん、簡単、ハマった、すぐハマった。なつこのはブラウンにしました。大好き、大人っぽくって、仕事でも使えるし、プライベートでも使えるし、気に入ってます。すごい、あ、いいね、かわいいブラウン。なんかさ、結構大きめのさ文字盤だけどさ、うん、デザインがシンプルだからあんまりごつく見えないね。うんうん、すごい真逆だ、文字盤の色が。私は黒、ヨハンは白。でも多分この茶色と黒だったら、もし交換しても、うん、合うかも。ちょっとさ、うん、この子がブライアンと遊んでくるから、うん、2人でちょっと喋ってて。Okay. いつも通り。ね。What do you think、yeah. of this one? It's really cool.、Mm. I like to have the leather band. I really like this black one. I really wanted to have this kind of really big watch face, you know? Because like my work, it's like time is ticking all the time. Like I have to know what time it is. But it's really nice that I got this watch from Mitsuo.Like, I really love it. It's a big present, but it's super special to get this kind of watch. Like, I can use it for years and years and years. Hey, sorry for interrupting you guys.
So, how's your life, Natsuko? 生活、毎日仕事楽しいです。充実してるっぽいね。まあ結構ちょいちょいこう連絡はもらうけど、うん、ね、報告してますけど、もうどん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 新しいことになんか果敢に挑戦させてもらえる環境はなんか本当に恵まれてるなって思うし、本当に責任あるしやりがいのある仕事だけど、若い人が働きやすい職場でもあって、もっとジャーナリズムをなんか極めていきたいなってすごい思ってます。かっこいいでもさ、まあ、最初行ってた時はさ、最初1年は遠距離になるって言ってたけど、うん、まだやっぱり今って外国籍の人は日本に入れないんだっけ？いや、ね、今ね入れる。今ね地震が起きてて。嘘。感じるよね。なんかね、地震があると、特に私ニュースだから、もしその震度何以上だともう会社に今すぐ駆けつけなきゃいけないみたいなのがあったりして、ちょっと一瞬調べますね。結構揺れた横に。そうやって大きい地震だとすぐ会社駆けつけないといけないんだね、やっぱり行動だしね、うん、本当にそう。なんかもちろん自分の安全も大切だけど、速報を出せるのはテレビだったりラジオだったりするから、自分の身を守りながら動きながらみたいな感じで、本当にたくさんのことを一気にしなきゃいけない仕事で、そうだね、難しいけど、そういう時には本当に津波が来る前に伝えることで、うん、ね、命を守る役目もあるしね、そういうマスメディアっていうのはね、うんうん、だから地震訓練も本当によくするし、本当地震が起きた体で報道センター全員で地震訓練したり、うん、もう1秒1秒を大切にしなきゃいけない仕事だから、うん、それでね、だから本当に時計って私にとってすごい必要なもので、すごい見やすいから楽しみだなと思って、これから毎日つけてでね、文字盤見るたびにヨハンのことを思い出してもらって、ヨハンは夏子のことを思い出してもらって、二人パパのことを思い出しながら、息子くんのサンタクロース姿も、そう、僕らのことも思い出して、たまにはね、ありがとうございます。そして元は一緒に行くはずだった日本移住、夏子は先に仕事が決まったものの、新型コロナの影響で入国ができなかったヨハン、現在では配偶者は入国できるようになったようですが、うん、彼はまだ大学院に行ってたりするので、ね、始めちゃったからね、うん、そう、その間に今できることをと大学院のコースを始めたので、お互いちょっと1年間はね、バラバラだけど、そこで頑張って来年の夏頃かな、それまでもしかしたら別々に暮らすことにはなるかもしれないけど、まあでもそれもさ、新しい家族の形だよね。うん、確かに。なんかそのちゃんとそれぞれがこうやりたいことだったりとか、キャリアだったりとかを諦めずに、うん、でもお互いをその尊重しながらさ、うん、またこう一緒になっていけるっていうのはさ、いいことだよね、うん、寂しい部分はもちろんあるとは思うけど、卒業ライブの時に夏子が言ってた、まあ一瞬こうやって離れるけど、うん、この目指すここが一緒だからって言ってたのがすごい印象的で、うん、なんかすごい素敵なカップルだなっていつも思う、うんうん、いや本当に恵まれてるなと思う、まあ、コロナで大変な時期ではあるし、うん、思い通りにはいかないにしても、その中でこうできることを2人は本当に頑張ってるなと思って、うんうん、本当に尊敬します。ありがとうございます。誰も影響を受けてない人なんて多分この世界にいないと思うからこそ、もう今できること別々なんだけど、もうそれぞれができることをその場所で一生懸命するしかないなって思いながら、ね、またちょっと次会うのはいつになるかまだ分かんないけど、次会えるの楽しみにしてますね。ということで今日はこれで終わりにしようかな。うん、皆さん今日は動画を見ていただいてありがとうございます。今日のゲストはヨハンとナツコのお二人、あとブライアンもだね、うん、ちょっと早いけどね、メリークリスマスってみんなで言って締めたいと思います。メリークリスマスだ、せーの、メリークリスマス、ヘイドーヘイドーヘイドー、I love you。 二人パパ。